グナエウス・ポンペイウス、グナエウス・ポンペイウス・マグヌス、紀元全106年9月29日紀元前四48年9月29日は、共和制ローマ期の軍人であり、政治家、ルキウス・コルネリウス・スッラからマグヌス、偉大なの意と称され、ガイウス・ユリウス・カイサル及びマルクス・リキニウス・クラッススと、第一回三島政治を行ったが、ローマ内戦で、カイサルに敗北、最終的に暗殺された。 グナエウス・ポンペイウスは、同盟のグナエウス・ポンペイウス・ストラボを父として生まれた。ポンペイウスが属した、ポンペイウス一門は、エクイテス、騎士階級に属し、古来からの政治上の名門とは言えなかったものの、中部イタリアのピケヌム、現、アスコリピチェの県近郊に、大きな所領を持つ裕福な家系であった。父グナエウスは、紀元前104年及び、紀元前92年に、 プラエトル、法務官、紀元前八十九年には、コンスル、執政官の座を占め、政治的なエリートコースを歩んでいた。父がコンスルであった、紀元前八十九年にポンペイウスは、教育課程を終了したが、同盟主戦争で、ローマ軍の指揮を取っていた父から、従軍するよう呼び出しを受けて、ポンペイウスはわずか十八歳で偉人を飾ることとなった。紀元前十七年、 反対派である、オプティマテス、抜族派のルキウス・コルネリウス・スッラがローマを離れていた。間に、ポプラレス、民衆派のガイウス・マリウスは軍を率いて、ローマへ侵攻した。オプティマテスに属した、ポンペイウスの父は、この時期に死去した。ポンペイウスは未だ若年であったことや、ポンペイウスの一族による周到な用意もあって、父に連座することなく、マリウスらの粛清から逃れることができた。 その後、ポンペイウスは、ローマへ戻った際に、略奪の罪で告発され、ポンペイウスの妻、アンティスティア、最初の妻の父がプラエトルであったこともあって免れることができたものの、以降しばらくの間、ポンペイウスは至福の時期を過ごす。紀元前83年、マリウス泣きとのローマを制圧するために、スッラがギリシアから軍を率いて攻め込んだ際に、ポンペイウスは、 自費で母兵した参考軍団を率いて、スッダの軍へ合流した。スーッダは、ポンペイウスの参戦が、失政官、クナエウス・パピリウスカルボ有するローマ軍団への対応に有用であったこともあり、スッダは、ポンペイウスの合流を歓迎したという。紀元前82年、スーッダがローマ市を制圧して、プロスクリプティオに基づく密告を導入して、ポプラレスの多くを殺害した。自らは、 終身独裁官、ディクタトルとなった後、スッラはポンペイウスを繋ぎ止めるため、アンティスティアと離婚して、スッラの登園にあたるアエミリア、アムリアスコラと結婚するよう強要し、ポンペイウスは従わざるを得なかった。スッダは、イタリア本国が落ち着いたところで、シキリア族州やアフリカ族州へ逃れて、未だ残るポプラレスの政党をポンペイウスに命じたが、 紀元前82年のうちにシキリアはあっさりとポンペイウス主に落ち、シキリアは当時のローマにとって重要な国蔵であり生命線であったカルボ及よびポプラレスを多数捕らえて殺害した。紀元前81年にはヌミディアへ逃れていたルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスの兄を殺害、ドミティウスに組みしたヒアルバスを捕虜としてヒエム・プサル2世、ユーバ1世の父を ヌミリアに据えた。これらの功績をもって、ポンペイウスは、インペラトルと呼ばれ、スッラからは、マグヌスと評された、ポンペイウスは、スラ生存中は、マグヌスと名乗ることはなく、スッラ死去後に使うこととなる。ポンペイウスは、シキリアアフリカでの勝利をもって、凱旋式を挙行できるようにスッラに申し出て、当初は難色を示した、スッラであったがこれを認めた。25歳での凱旋式は、 スキピオアフリカノスを上回る最年少記録であった。紀元前78年にスッラが死亡した時、ポンペイウスはクイントするタティウスカトゥルスらと共にスッラの国葬を主し、軍隊の指示もあってこれが認められた。紀元前77年、ガリア・キサルピナ属州総督として赴任する予定であったマルクス・アイミリウス・レピルスが中部イタリアで反スッラを掲げて挙兵した。 ポンペイウスは、失政官、カトゥレスの代理として、レピドス討伐に赴き、レピドスを廃止させた。しかし、レピドス軍の残党は、ヒスパニアで反乱を起こしていた、ポプラレスのクイントゥスセルトースに合流したことで、セルトリウス軍は勢力を拡大した。2は、クイントゥスカエキリウスメテルスピウスが当たっていたが、ポンペイウスは、メテルスピウスに代わって、 セルトリウス討伐軍の指揮に名乗りを挙げた。元老院はポンペイウスが軍事面での才能が抜群であることは認めながらも、29歳とは各、コンスルやプラエトルの経験がないこと、共に任期後は軍を率いて属州へ赴任する権限が与えられる職位メテルスピウスの指揮が決して悪くはなかったことから、ポンペイウスへ絶対指揮権、インペリウムを付与することに躊躇したものの、 ポンペイウスが手持ちのローマ軍団を解散するのを拒否したことや、ポントス王ミトリガテス六世が春動し始めたこともあって、ポンペイウスへ絶対指揮権を与えてヒスパニアへ派遣することを元老院は決議した。ポンペイウスはヒスパニアまでの補給線を確保するべく、ローマからヒスパニアまでの街道を構築しながらの興奮となったため、ヒスパニア到着は翌年の紀元前76年となった。 メテルスピウスが人格者であったこともあり、ポンペイウスとの関係に齟齬が生じることもなく、ローマ軍の指揮系統が乱れることはなかった。セルトリウスは、凶愛なヒスパニアの地形を駆使したゲリラ戦を展開して、ローマ軍を苦しめたが、物量に勝るローマ軍に対峙して、先の見通しが立たなくなりつつあった。セルトリウス軍は、内部分裂をし、4年後の紀元前72年に、セルトリウスは、 配下の将軍マルクスペルペルナによって殺害された。これによって反乱軍は弱体化してこの年のうちに反乱は鎮圧された。セルトリウスの反乱が鎮圧されてから数ヶ月間、ポンペウスはヒスパニアの統治体制再構築に乗り出して、ポンペウスの施策が公平であったこともあり、ヒスパニア住民から高い支持を得ることとなった。これにより、ヒスパニアは ポンペイウスの有力な勢力圏の一つになった。ポンペイウスがヒスパニアで戦っていた最中の紀元前74年に第三次奴隷戦争が勃発し、ルキウス・ゲッリウス・プブリコラらが鎮圧に当たったものの、奴隷側の首謀者であったスパルタクスの巧みな兵もあって長期化していた。紀元前71年、スッラの武将だったマルクス・リキニウス・クラッススがルカニアで、 スパルタクスを討ち取って反乱軍は壊滅状態となったが、ポンペウスはこの時に軍を率いてガアリアなど北部へ逃亡を図った反乱軍の残党を粉砕した。ポンペウスはクラッススに先んじて元老院へこの戦いを終わらせたのは私であると報告し、ローマ市民もこれを認めた。これによって第三次奴隷戦争での武勲を横取りされた格好となったクラッススは、 ポンペイウスの高い人気への嫉妬も重なって激しい敵外心を持つこととなった。ともかく、セルトリウスの反乱及び第三次奴隷戦争での武勲によって、ローマ市民から絶大な支持を獲得したポンペイウスは、紀元前71年に婚する40歳以上にのみ、立候補資格があるエノリツ公及び外戦式挙行等を認めることを元老院へ要求。また、 ルビコン側まで到達したにもかかわらず、軍団を解散せず、保持し続けることで圧力をかけた。元老院議員の資格すら持たない、ポンペイウスのこの要求に、元老院は難色を示したものの、ポンペイウスに対抗する力を持つクラッシュスが、ポンペイウスへの嫉妬から自らもコンスルへ立候補する意思表明したことで、元老院の思惑は外れることとなった。 この際にクラッススとポンペイウスの間で協定が結ばれたともされ、紀元前70年にポンペイウスは選挙で圧倒的な支持を受けて、クラッススと共に35歳でコンスルに選出された。失政官就任時期にポンペイウスとクラッススはプラエトルであった、ルキウス・アウレリウス・コッタが寄贈した裁判陪審員をパトリキ、エクイーテス、プレブスの3階級で3等分する。 アウレリア法を可決、スッラに縮小されていた五民間の権限を戻すことも決定した。このアウレリア法を活用し、重要な裁判の弁護士として、勝訴を勝ち取ったマクス・トゥディウス・キケロがこの頃より、対等することとなった。ポンペウスはコンスルを退任した翌紀元前69年、及び翌翌年の紀元前68年は、プロコンスルとして、俗州総督の肩書きを持ちながら、 まで過ごした、本来は属州へ赴任する必要がある。紀元前67年、地中海一帯を荒らしていた海賊を聖罰すべく、古民館、アウルスガビニウスは、ガビニア法と称される、法案を市民集会に提出した。すなわち、ローマ軍20個軍団、不評12万5000の騎兵、軍戦500十14名の元老院議員資格者からなる幕僚を投入すると、 共に総司令官として、これらを統括する権限をポンペイウスに3年間期で付与するというものであった。元老院議員の多くは反対に回ったものの、キケロやガイウスユリウスカイサルら一部の元老院議員がこれに賛成し、票を持つローマ市民は、海賊の被害が甚大であったこともあって、ガビニア法は可決された。ポンペイウスの海賊討伐の戦略は、 まず地中海全域を13の作戦海域に区分した上で、それぞれに軍団長及びローマ軍団を配備し、自らは60隻の軍船を率いる遊撃部隊の指揮をとって支援を必要とする作戦海域へ駆けつけるというものであり、各軍団は海戦で海賊を撃退した後に、これを追って海賊の根拠地を叩き潰す形を取った。まずはヒスパニア。 ヌミディアやサルディニアなどの地中海西部海域の海賊を正当し、わずか40日程度でこれを達成した。西部海域で正当した海賊を追って、地中海東部海域へ進行して、エジプトエーゲ海島を制圧して、海賊の最大の根拠地であったキルキア沿岸を陥落させたが、わずか49日間であった。結果、3ヶ月足らずで、地中海全域の海賊を討伐して、 捕獲した船舶四百隻、撃沈した船舶千三百隻、一万人以上の海賊を殺害し、降伏した海賊は二万人以上に達したという。それら海賊を、ポンペイウスは沿岸から離れた地区へ植民させており、その中の一つであるキリキアのソリは、ポンペオポリスと呼ばれることとなった。キケロは、ポンペイウスの海賊政党戦について、冬に準備を行い、 春に行動を起こして、夏までにすべてを終わらせたと、その周到さを称えたように、陸だけでなく、海においても、ポンペイウスの軍事能の,の高さを示した。ポンペイウスは、ガビニア法によって20個軍団の3年期限の、総司令官の地位を持っていたが、海賊政党後もこれを手放さなかった。このため、古民官、ガイウスマニリウスは、ルキウスウリキニュスルンルス、 メテルスピウスのいとこが指揮を取っていたポントス王、ミトリダティス六世政党軍の権限を、ルクルスからポンペイウスへ交代させるとともに、これに基づく絶対指揮権、インペリウムを与えることを市民集会に提案、マニリア法。ガビニア法と同様に元老院議員の大半は、反対したものの、市民集会で可決された。紀元前66年、東方へ向かったポンペイウスは、 ルクルスと交代したが、セルトリウスの反乱の時のメテルスピウスとは違い、ルクルスはポンペイウスをハゲタカ、新参者、ポンペイウスは、ルクルスを、東賀をまとった、クセルクセス、臨食か、臨食か、イコールケチンボと互いをののしったという。すでに、ミトリダテス6世の勢力は、ルクルスによって相当に抑え込まれており、ミトリガテス6世は、アルメニア王国、 アルタクシアス朝へと交代した上で、ポンペイウス軍と海戦に及んだ。ポンペイウスは、ミトリダテス六世軍を撃破し、ミトリダテス六世は、婿で、アルメニアのティグラネス二世の元へ逃れようとしたが、ローマのお尋ね者となった、ミトリダテス六世をかくまうことの不利を悟った、ティグラネス二世は、ミトリダテス六世との同盟を破棄して、ミトリダテス六世を捕らえた上で、ローマへ引き渡すと布告した。 このため、ミトリダテス六世は、クリミア半島のボスポロス王国まで落ち延びざるを得なく、なった。ポンペイウスは、キリキアやシリアなどのティグラネス二世が征服した領土の、放棄及びローマへの売金支払いを条件とした、講和をアルメニアと結んだ。紀元前六十五年、パルテアへのさえとして、ルキウス・アフラニウスをアルメニアへ残し、ポンペイウスは、ミトリダテス六世の追悼を続けたものの、 カフカスイベリア王国やカフカスアルバニ王国の抵抗や冬が迫っていたこともあってファシス側、ホシス、ゲン、リオニカワまで進んで撤退、ポントスまで戻って投影し、ポントスをローマの属州とした。紀元前六十四年、ポンペウスは南下してシリアへと抗軍し、わずかな領土も持っていなかったセレウコス朝のアンティオコス十三世を退位させてシリアを ローマ族州、シリア族州とした、アンティコス十三世の後継として、フィリッポス二世が名乗りを上げたものの、紀元前六十三年に潰された。紀元前六十三年、ポンペウスはさらに南化して、フェニキア及びシリアの主要な都市を抑えた後、ユダヤへと進軍した。当時のユダヤは、ハスモンアサのヒルカノス二世とアリストブロス二世の兄弟が、王。 大祭司職をめぐって争っている最中で、両勢力は競って、ポンペウスを引き入れようと接近した。しかし、アリストブロス二世がポンペウスを侮る態度を示した。ことから、ポンペウスは、ヒルカノス二世を支援することを決め、ポンペウスとヒルカノス二世の連合軍は、アリストブロス二世が守るエルサレムを包囲した、エルサレム行為戦。アリストブロス二世派の頑強な抵抗とエルサレムの、 堅牢な守りの前に、ローマ軍は苦戦を強いられたが、3ヶ月後の包囲戦の末に陥落させ、アリストブロス2世を捕虜とした。なお、ポンペイウスは、アリストブロス2世をローマへ連行したが、アリストブロス2世は後に逃亡、ローマに対する反乱を再三にわたり、首謀者として起こすこととなる。エルサレム陥落の際にポンペイウスは、ローマ人と違って、 物理的な像がないことを確かめるため、ユダヤ教の神殿内の聖書へ立ち入ったが、純金製の食材や、ランプなどの神殿内の財宝には手をつけず、占領の翌日から、ユダヤ教の儀式を行うことを許可した。ポンペウスは、ヒルカノス二世を大祭司に、即位させて、エルサレムを治めさせると、近隣のサマリアやガザなどを占領した。紀元前63年。 エリコに駐留していたポンペイウスは、ミトリガテス6世が自殺したことを知った。ポンペイウスは、息子のファルナケス2世を、ポントス王に任じ、長年にわたるローマの敵であった、ミトリガテス6世の遺体を、古国、ポントス王国の首都、シノーペ、ゲン、シノプへ埋葬させた。これらの措置を終えたポンペイウスは、配下の武将であるマルクス・エミリウス・スカウルスに統治を任せて、 ローマへの帰還の途についた。一連のポンペイウスの遠征によって、ローマの領土は、国会沿岸からカフカス、シリアパレスチナまで広がり、ポンペイウスは、ローマへ、金に満タランを国をめし、国庫に納める税収は、例年の5000万ドラクマから8500万ドラクマへ、伸びたとプルタルコスは記している。 ポンペイウスによるオリエント、小アジアの新しいローマ属州への統治は、ヒスパニアの時と同様に極めて手堅いものであったとされ、ポンペイウスにとっては小アジアオリエントも重要な勢力となった。ヒケロはポンペイウスによる小アジアオリエントの共和制、ローマへの統合について、これらの地区を果てしない対外戦争と国内での内戦状態から救い出し、高級的な平和が達成されたが、 これを維持するのに必要な経費をアジア人の富から拠出することはローマだけでなく、これら地区の住民にとっても必要であるとの趣旨の所簡を残している。元老院はポンペイウスが独裁監修人を望んでいるとの不安を持っていたことから疑いを解くためにブルンディシウム、元、ブリンディジで軍を解散させた。元老院の許可を得た上で、ポンペイウスは四十五歳の誕生日でもあった。 紀元前61年9月29日に3度目の凱旋式をローマで挙行した。海賊政党戦や小アジアオリエントでの勝利を祝った成果はローマ国史上で空前のものであり、戦闘シーンを表現する略奪品、捕虜を攻軍奮させ、軍のパレードと共に自らの功績を掲げたプラカードを掲げた。凱旋式の後は壮大な委員会をローマ市民へ提供したことで、 ポンペイウスの人気はローマ随一となった。ポンペイウスはアジアでの戦役へ従軍した兵士に対して土地、工作地を与えること等を約束しており、これを叶えるべく奮闘したものの、マルクス・ポルキウスカト、ーカトやルクルスラ・ローインパ、オプティマテスは、ポンペイウスの人気に依然として警戒心を抱いていたこともあって不発に終わった。ポンペイウスはカトの妹を、 自身の妻へ迎えたい胸を申し入れたが拒絶されたことあってローマ市民からの人気も下がった。ポンペウスは元老院に対して不満を抱えることとなった。紀元前60年、ポンペウスは長年の宿敵クラッスス及びプロプラトエル全法務官としてヒスパニアウルステリオルの属州総督であったガイウスユリウスカエサルと非公式に手を結ぶ子を決定し、 紀元前59年にカエサルをコンスルとすること及びポンペイウスが率いていた兵士へ土地を供与すること等を内訳した一般に三党政治トラインベラタスと呼ばれる。紀元前59年、ポンペイウスはカエサルの娘ユリアを新しい妻へ迎え、前妻、ムキアはカエサルとの不倫関係が明るみに出たため、ポンペイウスは離縁していた20歳以上も 年齢差があったものの、ポンペイウスとユリアの夫婦仲は極めて良好であった。この年にカエサルはコンスルに就任し、ポンペイウスが要求していた、ポンペイウスの元兵士へ土地を供することを呼び、自らが征服したシリアやユダヤなどの東方属州への再編成案などが可決され、農地法改正でもポンペイウスは重要なポストを得たことで大いに面目を保つことができた。 ポンペウスは、紀元前58年から、ヒスパニアウルステリオル属州総督へ就任することも決定したが、現地へ赴任することなく、ローマに滞在することが認められた。なお、カイサルが、紀元前58年から、ガリア・キサルピナやイルリ,リクムなどの属州総督となることも決定された。紀元前58年、カイサルが、ガリア総督として、ローマを離れた後、 ローマ政界は三党政治側の五民間であった、プブリウス・クロディウス・プルケルが幅を利かせることとなった。クロディウスはキケロに激しい敵外心を抱いており、クロディウスがキケロをローマより追放するための法案を提出した際にキケロはポンペイウスへ助けを求めた。ものの、ポンペイウスは取り合わずにキケロは、ローマを血ちびざるを得なかった。紀元前五十七年。 クロニウスへの支持が急落したことや前年まで小アジアに赴任していたカトが帰還したこと、キケロの追放が解除されたこと、ポンペイウス自身もキケロのローマ帰還に助力したもあって三等政治側は元老院派から反撃を受けた。ポンペイウスは政治への興味を失い、自らが携わったローマ最初の久施設劇場であったポンペイウス劇場の工事進捗といった文化活動に起こるとともに、 ユリアとの新婚生活に溺れる有様であったという。カエサルはガリア戦争で目覚ましい実績を積み重ね、ローマ市民からの人気が高まっていた。一方で、老インパからのカエサルへの攻撃は厳しく、対応に迫られたカエサルが主導する形で、紀元前五十六年三社はイタリア北部のルッカで会談を持った。紀元前十五年にポンペウスはクラッススと共に、 コンスルに当選して二度目の就任が決まった。この年は、クロニウスや、元老院派の暗躍を抑え込むとともに、カエサルのガリア総督としての任期を5年に延長すること、クラッススがシリア属州総督となること、ポンペウスがヒスパニア属州総督となること等が決議された。また、エジプト国王、ファラオで王位を追われていた、プトレマイオス12世から、 かねてより弾丸のあった王家への福井を叶える他、ポンペウスは、配下の武将で、シリア族州を統治していたガビニウスを通じて、軍をエジプトへ派遣し、プトレマイオス12世に代わって、ファラオについていた、ベレニケ4世を追放するとともに、プトレマオス12世をファラオとした。エジプトは独立は保ったものの、事実上は、ポンペウスの属国的存在となった。 ルッカ会談で三党政治は維持されたものの、三者の思惑から徐々に亀裂が生じつつあった。その中で、ポンペウスはユリアを紀元前54年に失ったことに続き、紀元前53年にパルティア遠征に向かったクラッススがカルライの戦いで廃止したことで三党政治は事実上崩壊し、 ポンペイウスは実力を蓄えつつあったカエサルと正面からの退治を余儀なくされこととなった。カエサルからカエサルの王名であったオクタウィア、後にカエサルの後継者となるオクタウィアヌスの姉との縁談を申し込まれたものの、ポンペイウスはこれを拒否し、紀元前52年に元老院派の重鎮、クイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカの娘で、 カルライの戦いで戦死したクラッススの息子、プブリウスの未亡人であったコルネリア嫁に迎えることを決め、ポンペイウスは元老院派へ軸足を移していった。紀元前52年、クロリウスの暗殺によってローマは大混乱に陥った。マルクス・カルプルニウス・ビブルスやカトラ元老院議員はこれを収めるため、ポンペイウスへ異例となる単独で、 コンスルへ供養を要請してポンペイウスは単独でのコンスルとなったが注目されたクロデュースの暗殺犯ティトゥス・アンニュース・ミロの裁判に手間取ったことで混乱はそもそもまらずメテルス・スキッピを同僚のコンスルに迎え入れたアレジアの戦いの勝利でカイサルのガリア制覇が目前となった時期カイサルはガリア総督の任期切れ後にコンスルへ立候補することをメロンだが ポンペウスら元老院派はイタリア国外でコンスルへ立候補することを禁止したためカイサルは大きな打撃となった。紀元前51年元老院派はカイサルがガリア総督として有するローマ軍団を解散しない限りコンスルへ立候補することを許可できないとする内容の元老院最終勧告を決議した。カエサルにとっては自派の軍団なしでローマに向かうことは 自殺行為に等しく、到底許容できるものではなかった。自派の御民間や元老院議員へ解除するよう根回ししたものの、不守備に終わったことから、カイサルとポンペイウズら元老院パとの戦争は、必死の情勢となった。紀元前49年1月10日、カイサルがルビコン川を渡り、ローマ内戦は始まった。ルビコンを渡った後に、 イタリア半島を南下するカエサル派に対して、ポンペイウスは、ローマから逃れた。ポンペイウスは、ブルンィシウムまで撤退した後、かつて自らが征服した、東方族州へ渡って、軍を再編してカエサルと争う方針を決め、多くの言動員議員も、ポンペイウスへ従って、キリシアへと向かった。ポンペイウスは、デュッダキウムの戦いで、カエサル軍に勝利したが、 カエサル軍に決定的な打撃を与えるには至らなかった。紀元前48年8月、ポンペイウス率いる元老院派は、ファルサルスの戦いでカサル軍と再度対戦し、兵力で上回っていたものの、ポンペイウス自身人生初となる敗北を期した。ポンペイウスは、エーゲ海沿いのミュキレナエ島、ミティディーニ、そして、キプロスへと向かった。 当初はシリアで再起を図る予定であったが、すでに反ポンペウスを鮮明にしたことが伝わっており、エジプトへ逃れることを決意した。エジプトは当初ポンペウスへ協力的な姿勢を示していたものの、内部での話し合いの中でポンペウスを殺害することが決定された。紀元前48年9月29日、ポンペウスの58回目の誕生日でもあったこの日、大型のマレー戦で、 エジプトへ到着したポンペイウスは、かつてからの知り合いであったアキッラス及びルキウス、セプテミウスによる出迎えを受けた。ルキウス・コルネリウス・レントルス・クルスと共に、ポンペイウスが一層の小舟に乗り込んだが、その間際に妻やコラに対して、ソポクレスの以下の死を読んだと伝っている。ガレー船から離れたと同時に、小舟の中に潜んでいたエジプト軍の死角によって、ポンペイウスは殺害され、 デントゥルスも捕らえられて、後に殺害された。ガレー船に乗り込んでいたメテルススキピオやコルネディアラはエジプトを離れた。同年10月、カエサルはエジプトへ到着したが、その地で、ポンペイウスの死を知ることとなった。プトレマイオス13世は従者に、ポンペイウスの首をカエサルに届けさせたが、カエサルは怒り狂ってその従者を殺してしまう。そして、 ポンペイウスの首を抱いてサめざめと泣いたという。その後、コルネリアは、ポンペイウスの遺械と指輪をカエサルより受け取って、イタリアへ送し、余生を送ったとされる。ポンペイウスの二人の息子、グナイウス・ポンペイウス・ミノルト・セクストゥス・ポンペイウスは、ティトゥス・ラビエヌスや、メテルス・スキッピオラ生き残った、元老院と合流、カエサルへの抵抗を続けることになる。なお、 紀元前44年3月15日に、ポンペイウス劇場内でカエサルは、共和主義者に襲撃され、劇場内に設置された、ポンペイウス像の下にカエサルは崩れ落ちて、死を迎えたが、自らの復讐に、ポンペイウスが立ち会ったかのようであったという。ポンペイウスの家庭生活は政治に翻弄され、生涯で5名の妻を持つに至った。なお、 女性に対しては節度をもって接した模様であり、ミトリダティス六世の愛称を捕虜とした際もすべて、父母のもとへ送り返しだと伝えられている。プラエトルであったアンティスティウスに代われ、アンティスティウスの娘、アンティスティアを一人目の妻に迎え入れた。その後、ローマを支配したスッラがポンペウスとのつながりを強める、ため、スッラの親類にあたるアエミリアとの結婚を敷いた。なお、 アンティスティアは、離婚が成立する前に父アンティスティウス及び、母が死亡しており、さらなる悲劇に見舞われることとなった。また、アイミリアは当時妊娠していたが、間もなく三熟で死亡した。三人目の妻ムキアとの間で三人の子、下記三章を持つに至ったが、ムキアは、カエサルとの不倫が発覚し、ポンペイウスは後に、ムキアと離婚した。四人目の妻ユリアは、 カエサルの娘で夫婦仲は大変良かったと伝わっているが、紀元前54年にユリアは産直で死亡し、出産した娘も間もなく死亡した。五人目の妻コルネリアとは紀元前52年頃に結婚し、ポンペウスの最後まで連れ添うこととなったが、結婚期間はわずか5年に過ぎなかった。ローマ皇帝群像によれば、第17代ローマ皇帝、 コンモドスの父方母方の遠い祖先は、ポンペイウスであり、カエサルと敵対した人物の末裔が皇帝に即位したという皮肉なエピソードが紹介されるが、信憑性は定かではない。この記述では、コンモドスから数えて9代前に、ポンペイウスの娘ポンペア、10代前に、ポンペイウスがおり、コンモドスの父母マルクス・アウレリウス・アンミヌストコ・ファウスティナは、ポンペイウスのクモ孫。 原尊の原尊、コンモデュスは、ポンペイウスのクモ孫の子になる。なお、皇帝、ガルバの養子となった、ピソも、ポンペイウスの末裔で、原尊に当たるという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。